はい、今日の動画はですね、10月のね、9日10日か、2日間ね、栃木県の、大正堂さんでね行われる、多肉フェスティバルね、出品させてもらう、木工品のね、紹介ということで、行きたいと思います。今日はね、天気が良くてね、風もないんでね、外でね明るいところで撮影ということで、行こうかなと思います。こういう風にね、あれなんですね。A の、25がね、8つ、4の 4×2 でね、8個ね、入れることができます。まあ、おこもちは大体ね、メンバーさん限定とかでね、売ろうと思ってるんですけどね、まあ、フェスティバルってことなんで、これを1個ね、出品しようと思います。多肉はつきませんけどね、リエルさんのね、こういうふうに置いてます。こうあれね、ハニーピンクがなかなかね、こういいですね。いい色合いになってきてますね。はい。これのおぼろ月とロンギ島とかね、あとあとどうなるかなってね、思いますけどね。このおかもちがね、たった1個だけ、せこく1個だけなんですけどね、1個だけ、出品させてもらいます。なかなかね、これ場所を取るからですね、送るのにね、ですので、1個だけね、出品させていただきます。まずね、こちらね、これちょっと汚れるから敷いてたんですよね。ね、はい、まずはこの岡持ちやな。で、次がですね、これいくか。こういうね、縦型のやつやな。縦型、ちょっとイメージ的にね、これ入れますけどね、こう入れてみますけど、グッとこんな感じでね、縦型アイオニウムとかがね、こう背の高さのあるやつを入れるのがね、こう黒星とかね、いいんじゃねえかなというふうに思います。これがね、各一色ずつやな。各ね、一色ずつ、これね、茶色ね、緑、黒ってことでね、これを一つね、出品させてもらいます。こうか、こういうね。ですね。はい。それとね、これやな、幅がね、これがね、240ぐらいかな、240ミリ、あ、ね、24センチの、こういうやつがね、2つやね、波型にしてます。これね、このおかもちみたいね、ね、波型、こういうね、ここがこうなってでしょ、波打ってるでしょ。はい。これもね、これセムムル置いてみようか。セムムル。これが、ハートチョイス。まだこれからやけどな。ハートチョイス。アマビレでも置いてみようか。ね。こんな感じになります。だから、地植えして、地植えってか、そのままね、植えてもいいし、こういうふうにね、鉢入れっていうかね、で使っても、いいのかなというね、感じです。これね、こんな感じになります。はい、こういう感じね。はい。それとね、まあ、これもちょっと置いちょうか。飾りで。飾りで。よいしょ。これもね、こっちに置いちょっかな。はい。それとですね、あとはね、こういうふうに、定番のね、こう、プランターやな。これが、緑とかね。まあ、いろいろ。ちょいちょいか。これが、緑もあるし、こういうね、茶色。緑と茶色はね、色がね、淡いっていうか、あれなんで、こういうふうにね、焼くんですね。で、まあ、揚げ底もこういうふうになってます。あ、こちらね、これもなってますよ、全部ね。これもこういうふうにね。これ、揚げ底。ね、こう。で、これは3つ穴がね、これに合わせて開けてます。こちらも、こちらもそうやね。ほら、揚げ底にね、こういうふうになってますんで、鉢底のね、通気性はいいんじゃねえかなと思います。で、あとこれね、いつも定番のやつね。だから、定番の、このね、幅、10センチのやつが、
何個か、2、4、6、7、8、9つ、9個ですね。はい、あります。こういうやっぱね、木工品っていうのは、こう、一個一個ね、しかも自分オイルステインで塗ってるから、こういうね、木目が出るんで、同じものってないんですよね。全部表情が違う。自然の木ですからね。うん、こういう感じなので、一つとして、こう、同じものはね、ない。そんなことになりますね。はい。それと、最後にね、あれやな、タニクマコラボ。これは全部ね、今回10センチのやつですね。これが黒ですね。はい。タニクマがね、これ上がこれ乙女心。タニクマサキュレントベアーチね、なって、裏がね、自分とユミカメさんのダブルネームってやつやな、うん。こういう風になってます。まずこれ黒ね。黒。してこれが、茶色ですね、うん。こういう節とかがこう、やっぱね、こう、変化があって、こう、自分は好きですけどね。はい、こちらも、こういう名前があります。で、これがね、結構ね、手のかかるやつなんですよ。一回下地に、これは透明ですね。透明のオイルステインを塗って、後に、ミルクペイントをこう重ね塗りしてるんで、これものすごくね手間がかかるんですね、うん、でこっちの方が、オイルステインはねこう木目も出てるんで、後々やっぱ色の劣化とかなってね、まあ上塗りができる、これは上塗りができるんやけど、これ上塗りちょっと難しいんですけど、耐久性は高いかなっていう感じですね。ミルクペイントはね、これがブルーですね。それとこれがね、バタークリームやな。うん。ここら辺がこういう風になってますよね。ちょっとこう、木の腐れというか、死に節やな、があって、こんな感じね、なってます。はい。これが、バタークリームやな。それと、こちらがですね、あれですね。これが、緑やな。今度こっちはですね、下地に、黒ね、ブラックのオイルステインを塗った後に、こういう風にね、ほら、ラフにこう仕上げてます。わざとね、うん、ざーっと、あんまり丁寧に。このバタークリームになるとね、こうやっぱ白なんで、綺麗にこうなるべく塗っていこうという風にこうしてますけどね、こういう風にね、まあこれもちょっと比較的あれやな、下地が白なんで、綺麗に仕上げてますけど、こういう風に、わざとね、こうラフにね、仕上げてる。これ適当にやったわけじゃなくて、そういうふうにね、一応狙いというかね、そういった感じのことはあるんですけどね。はい。以上ね、こういう感じで、あれですね、何品か。岡持ちが1個でしょ？岡持ちが、縦型が3個やろ？まあ、映ってませんけどね、普通の定番のプランターが、2、4、9つね。波形言いましたかね。これが茶色と、なんだ、ブラックのね、一色ずつ。それと、タニクマコラボが2、4、5。まあ、2日間にね、渡ってこう、あるみたいなんで、20個なんでね、各10個ずつかな。そういう感じで、販売されるんじゃないかなというふうに思いますんでね。皆さん、あ、空がこの下に合う。お前階段下にお前なんかお前潜んじょんなお前ね。これちょっと1階のね、庭に降りる階段状のデッキなんですけどね、そのデッキの裏に今空が潜んでます。映ってはないと思うけど、はい、すみません余計なことでね、はい、ということでね、栃木県に、以上のね、品がね、行きますので、ご縁がありましたらですねお迎えいただけるとすごく嬉しいです、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということでね、今日の動画は終わりたいと思います、チャンネル登録、高評価していただけるとすごくありがたいです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう、さようなら。